お疲れ様です。あれからまだ体調壊しておりまして、2週間ぐらい経つんですけども、まあ、熱はないんですけども、鼻とね、咳がまあ止まらないということで、まあまあ、まあ、私の仕事がね、どうしても国際さんと、の、ちょっとね、もう、それがもうメインなんですよ。だから外国人の方と、接するのが、もう多いんですよ。ぶっちゃけね。そういう、お仕事しておりますので、それでね、もしかしたら、C 国で流行ってる子供のなんかウイルス性の何かにかかってるんじゃないのかなっていうことで、まあ、疑いかけられてる。かけられてるんですけどもね。まあまあ。だからね、私、景気がいいのか悪いのかっていうことも含めてね、お客様が何を買ってるのかなとかね、そういうのを見ていくわけなんですよ。まあそれはさておきと、ごめんなさいね、話は長々となりましたが、ちょっと鼻声ですけども申し訳ございません。まあ早く治ってほしいですね、早く治ってほしいですね。そして、今回はまあコメントまあいっぱい来てるいっぱい来すぎてちょっと対応がねなかなかできないんですけども、まあ一つ、これはねやっぱりそうだなね、男は辛いよ。本当男は辛い。で、まあ私のファッションが似合ってないということで、マジ似合ってない。なんで男って似合いもしないのにこんなの買うのかね。ロマンということでね。コメント来ておりましたので、もう素晴らしい素晴らしい素晴らしいコメントですよ。私の心にグサッ刺さりましたので、まあそうでしょうね。このコメント者さんは多分女性の方かもしれないですね、これ。確かに男って似合いもしないのにこんなの買うのかねってことなんでしょ。確かにそれは言えてる。でそのコメントに対して他のコメント者様が書いてるけども、男に限らず女性も同じですってまあね、言い返せばそうなるでしょう。でもまあそうですね、まあ女性から見られたらまあそうだな、そう思われても仕方がないと思うわけなんですよ。だってまあ男性と女性でまあファッションの感覚違うじゃないですか。感覚違うんですけども、でもねやっぱりその似合う似合わないっていうのはもうはっきり言いますわ。ぶっちゃけ似合わないっすよ。似合わない似合わない。あのね、どう説明したらいいのかな。似合う、まあ普通の一般常識のファッションだったら、もう普通のね、もう普通のなんだろう、当たり前のようなファッションだったら普通じゃないですか。でもファッション好きって結構普通じゃないんすよ。ほんと、全然普通じゃない。もう全然似合わないものとかも一切関係ない。と言いますのもファッション好きの方ってほんとね、似合う似合わない前提よりかはどうやったら着こなせるのかなっていうことの方がねやっぱり大事だと思うんですよ。でやっぱりその方が思う、その方が思うね、ファッションが似合う似合わない別として欲しいとか、あこれに合わせられるのかなとか、こうやったら面白いことができるのかなとかね、そういった感覚で楽しむわけなんですよ。
それは昔だったら、例えばの話ね、例えばの話ですけど、何かのブランドで統一する、リーバイスで全身で統一してしまうのか、例えばクロマハーツさんね、クロマハーツさんの洋服と、ごめんなさいね、洋服と、アクセサリーを全部合わせてトータルでコーディネートするのか。でもみんなもうバラバラなブランド使うでしょ、そこなんですよ、あっち行ってみたい、こっち行ってみたい、そっちも行ってみたいっていうようなね、そんな感覚なんですよ、だからそれにも勇気いるんですよ、だってそれに挑戦したいでしょ。わかります、私の言ってる意味、挑戦していくことの方がね、やっぱりね、私は大事だと思うんですよ、私だって今つけてるなんかなんだろう、 T シャツとかね、キャップとかメガネとかリングだったり時計だったり全部合わないっすよ、でもなんだろうな、もう似合う似合わないとかそんな関係なしに、そのブランドが好きだとか、その洋服が好きだとか、そういうアクセサリー、小物、メガネ、キャップ、そういったものが好きだからこそね、ただ単にそれにお金使ってるだけですよ、だから似合う似合わないとかそんなもうどうでもいいんすよ。もう何回も申しますが、本当にもうどうでもいいんすわただそれを手に入れたいっていう気持ちの方が強いですね、で私も考えるんですよ、どういうふうにファッションとして持っていこうかなとかね、考えるんですけど結構数持ってくると、新しい分野に踏み込みたいっていうこともあるでしょう、あるんですけども、そこでね、確かに私もね、確かにね、分かるんですよ、似合わない時もあります、これ失敗したなとかね、ある、絶対ある、で逆にそれを面白く持っていこうかなっていう、ようなね、感覚とかにもね、なってくるわけなんですよ、なのでそうだな、もう男はつらいよ、私ね、話変わるんですけどね、渥美清さん大好きっすよ、本当大好き、本当男はつらいよ、大好きだったな、トラさん最高っすよ、あんなファッションしてみたいっすよ、いやー、そういうことなんですよ。ね？どういうことやねんと思うかもしれませんが、トラさんが歩いてたら、おお、トラさんだって思うじゃないですか。そういったキャラクター作り。だから私は私のキャラクターで、要は、そういった感覚に落とし込むことによってね、自己主張とか言うのかな、主張？これをつけてますぜとか。この服着てますせとか、ね、このネックレスつけてますせとか、メガネつけてますせとか、帽子かぶってますせとか、そんな感覚でね、自分なりに工夫してるわけなんですけどもね、男はね似合ってもないね、確かに言われた、スカジャンとか言われたな、スカジャンとか筋トレてくれって言われた、あった、だからスカジャン買えなかった時もありますし、
だから別に別にどうなんだろうな、もう似合わなかったらもうそこで買わないでしょ、うん、でも逆にこれを使ってみたらどうなのかなっていうことの方がやっぱ楽しいんちゃいます？だから似合う似合わないはちょっと置いといて、ちょっとこれ使ってみたら何か使えるのちゃうかなとかね、そういったことで、挑戦してるわけなんです、私もだから私あのクロマハウスさんのなんかあのおいクロマハウスさんね、あのものが大好きだと大好きでつけてるじゃないですか、でも結局違う分野に行ってるでしょ、そういった意味合いですわ、だからあのね、まあね、おしゃれ好きって言い方は変ですけども、まあ気がつい、私の場合はね、気がついたらあの洋服が好きでしたっていうことなんですけどもね、ただ単に私なんて全然ファッションに全然興味なかった、1ミリも興味なかったんですよ、ただ絵のキャラクターに服着せるのが分かれへんから、本当分からなかったもん洋服に、だからそれをね、それを考えた時に、買っていった時に楽しみが出てきたわけなんですよ、それで影響を受けたんですよね。あとはもう友達の周りとか、そういったものにも影響を受けましたし、やっぱり人から人に影響を受けるじゃないですか。 SNS がない時代はね、やっぱりお店に伺って店長さん店員さんとかがやっぱりその服どこで買ったんですかとかね、そのリングどこの店であるんですかとか、でそういったことでね、人と人のつながりでね、どんどん広くなっていって、お店も知ることもできますし、でそういったことで話も盛り上がってきますし、逆に刺激を与えるような感覚に陥るわけなんですよ、だからファッションだけじゃないんですよ、そこが楽しいんですよ、人とのつながりで、人のつながりがあってこそやっぱり楽しいわけなんですよ、だから、ファッションっていう一括りにするんじゃなくてね、やっぱりもう人と人のつながり、そこが私重要だと思うわけなんですよ、じゃないといろんなブランドで出会ってきませんよ、そういうことで、まあね、この方、まあね、この方に対するコメントをね、逆に私が受け答えをすることによってね、何かしらね、男はもう似合わないものばっかり買ってるかもしれませんが、まあそこはね、人それぞれ考え方が違いますので、女性もそうですよ、一緒ですよ、一緒、でもやっぱり楽しみ奪ったらダメなんでね、やっぱり人生楽しんでいこうよ、もうそんなに長く生きそんなに長く生きれないよ、ぶっちゃけ言いまして、ということでね、今回はちょっとまあね、暗い話にもなったかもしれませんが、自分の好きなもの買えよ、そうですよ、話は長々となりました。今回もう答え出ませんでしたがすいません、答え出ませんでしたが、まあね、楽しんでくださいね、やっぱり人と人とのつながりで買っていくことなので、自分だけが、入り込むんじゃなくてね、やっぱり人と人とのつながりで買っていくっていうことがやっぱり私はファッションだと思っております。話は長々となりました。今回はこれで失礼いたします。ありがとうございました。ありがとう。